あ、ムーアだ。ああ、ルカ。また走ってるの？よくやるな。こんなんじゃまだまだ足りないと思ってるよ。もっともっと鍛えないと。何かいいトレーニング方法を知らない？そうだな、どんなのがいいの？すっごい過酷なやつがいいな。一発で足腰立たなくなるくらいの激しいトレーニング。いきなりド M 発言きた。勘違いしないでほしいな。あくまでトレーニングだから無茶はしないよ。鍛えた体はより健康になって健全な精神が宿るんだから。ただその途中ちょっと苦しくてそれが気持ちよくなっちゃう時があるだけだよ。健全とは一体？延々と走るならジムのランニングマシンだけど、こんなのもうやってるよね？もちろん、走行距離のレコードホルダーさ。じゃあただ走るだけじゃなくて工夫してみよう。何か探してくるから先に走って体を温めておいてよ。うん、ありがとう。じゃあスピードはとりあえずマックスっと。とりあえずでマックスか。さすがムーア、ド M だぜ。さてジムにいる人たちからヒントを得てムーアの期待に応えるかな。自主トレ中のモナニャン発見。ダンベルを使っている。ふんふん。ねえ、それって効果ある？うむ、重さも自由に変えることができるから常に限界の一つ上の負荷をかけられる。なるほど、参考になった。イチゴが縄跳びをしている。あんな格好でうまいこと飛ぶもんだな。ねえイチゴ、縄跳びって効果ある？ああ、持久力と瞬発力が鍛えられんだよ。下手なランニングよりきついぜ。なるほど、参考になった。ジムに来てるのに寝てる子がいる。ここはうるさいな。アイマスク、アイマスクっと。これで集中して眠れ。大物だ。そしてアイマスクで視界を塞ぐことで集中力を高めた。なるほど、参考になった。ただいま。いいトレーニング方法見つかった？ああ、まずこのダンベルを持つんだ。走りながら重りを？それはすごい負荷になりそうだ。そしてこのアイマスクをするんだ。あ、聞いたことある。視界を塞ぐことで集中力を高めることができるって。さらにこの縄跳びで私を撃つんだね。え？じゃなくてトレーニング方法だ。遠慮なく頼むね。あ、上着脱いだ方がいい？それとできれば縄跳びで打つときはこのメス豚って言ってほしいな。やっぱりド M だ。違うよ、トレーニングに真摯に向き合っているだけさ。ただ、同じトレーニングするなら気持ちいい方が楽しいよね。いやだ、私はノーマルでいたい。あ、ルカ、どこに行くの？
ムーアだ。風呂の準備をして立っている。さっきはつい逃げちゃったけど。いや、たとえムーアがド M でも私は個性を尊重するぜ。ムーア、一緒に風呂に行かない？うん、トレーニングの汗を流したいし、一緒に行こう。普段は爽やかなんだよな。私も洗おうかな。なんかこうやって隣に座って一緒に体を洗うのっていいね。私ん家は狭いお風呂だったけど、お湯を節約するために最低2人で入ってたからさ。こうやって裸で並んでるとルカも姉妹みたいに感じる。仲いいんだな。うん、それより洗いっこしようか。順番に背中をゴシゴシって。いいよ、じゃあ背中向けて私から洗ってあげるよ。姉妹以外で背中を洗ってもらうのはルカが初めてだ。これが仲間ってものなのか。すごく新鮮な気持ちだよ。セラフ部隊に配属されてよかった。ほんと、普段は爽やかなんだよな。